仮装中の遺体ってどんな感じ、皆さん気になるんですね。こういう話ってね、全員に聞かせてやるみたいな話じゃないと思うんですが、この動画見てる方ね、気になる方多分見てると思うんで答えますけど、だいたい仮装始まって10分とか15分とか滑走路によりますけどね、棺がまずもろもろって崩れ落ちます。でそうすると中のご遺体が出てくる。でその時にはもうだいたい真っ黒の状態 で真っ黒というのはカラッとした真っ黒じゃなくて、ジュクジュクした感じの黒い状態っていうのが僕の中での仮装中のご遺体の様子かなというふうに思います。新人の頃にですね、先輩に人間は水袋だと思えっていうふうに僕は言われましたね。人体の 60% 70% がまあ水分ですから、水袋を焼くっていうようなそんなイメージでやった方がいいよって言われました。実際に働いてみて本当にそうですね。仮装中もいろんな液体がどんどん吹き出してくるっていうような感じなんで、昔はね村単位でみんなで仮装をしたりとかしてたわけですよ、仮装場がない時は。でも今はねそうではなくて、だからこそ遺族さんたちがそういった状態を見ないで済むように仮装場職員というのがですね、現在いるのかなっていうふうに僕は思います。